金本一氏名称ピョンヤン音楽大学とは、朝鮮民主主義人民共和国のピョンヤン市にある音楽大学である。1972年7月、ピョンヤン舞踊大学とピョンヤン芸術大学とが合併する形で、ピョンヤン市の大道国一期に、ピョンヤン音楽舞踊大学として設立された。この音楽大学は、主体思想に根ざした音楽や舞踊に対して与えられる。 賞をいくつか授与されている。学生によるフルオーケストラがあり、5500平方メートルの音楽ホールがある。大学の教育システムは4年の学部と2年半の博士課程で構成されており、他に2年間の幼稚園コース、4年間の初級コース、若い音楽家のための3年間の準備コースが置かれている。卒業生の60%以上が 万寿代芸術団、普天保電子楽団の創者となっている。他に、朝鮮民主主義人民共和国国立公共楽団、陰意層管弦楽団へも卒業生が入団している。2006年5月に、イタリア、セチェチーリア音楽院に留学中のファンウンミが、第15回、ジュゼッペディステファの国際声楽コンクールで、最優秀賞を受賞した。また、2012年5月には、 ポーランドで行われた第20回ショパン製少年国際ピアノコンクールでピョンヤン音大1年のパクミオンが第2位に入賞した。ありがとうございます。